ご機嫌よろしゅうございます。楽もできる和菓子 YouTuber 三遊亭流楽です。この番組はですね、我々落語家がいろんな地方に行って、この名家に出会うわけですね。そして楽屋見舞い、こちらも美味しいものを頂戴するんですが、これも和菓子というものが主役でございます。そういった我々の経験から、これはいいなというものを皆様にご紹介して、ちょっとしたパーティーへのお土産、あるいはお世話になった方へのご挨拶、そんな形でお役立ていただけたらなと思って、この考えた企画なんでございますね。さあ、今回も岩手県北上市、北上川のほとりにあります天正地レストハウスに来ております。トークシリーズということで、仙台からこの北上に至るまでの各地の名家をご紹介していくわけでございますが、さて本日の和菓子はですね、これまあ東北で言ったらかなりこれポピュラーですね。ですけれども、これもともとたどりますとですね、ルーツは酒の魚なんです。そんなことからなぜこの味がということなんですが、まあ、東北で違った形でもっても成立して、もうこれがね美味しいんですが、まあ、今回のところはさらに波のものではないですよ。ぐっとグレードアップした一品でございます。そのお菓子は、仙台寛成堂のくるみゆべしでございます。こちらの中にの入っておりますので、今からじっくりと中を改めようと思います。こういう形ですね。はい、それではさらに中を改めます。こちらですね、まあガブッと言ってもいいんですが、ちょっと切ってみましょうか。これゆべしと言ったらもう皆さんね、ああこれかなっていう感じはあると思うんですが、これねすごい弾力ですね。これちょっとこれで切れると思ったら、なかなか切らしてくれません。くるみがねえたくさん入ってますですよ。ほら、しっかり後味が残りますね。
お茶受けとしたら最高でしょうね。そして私が初め申し上げましたが、ゆべしって何かと言いますと、この柚子なんですね、もともとは。で、柚子の実の頭をこうカットいたしまして、この中をくり抜いて、その中にいろんなものを入れた保存食だったらしいんですね。ですからもう古いことを申し上げますと、源平の頃からあったらしいんですね。その中に味噌とかごまとか生姜とか、いろいろなものを詰めて、これを蒸して、それをまた乾燥させた、そういったものだそうですよ。ですからもう、江戸の頃までですね、そういったものが伝わって、今でもその形のまま、むしろそれがこの近畿とか、あるいは中国地方、四国、あの辺りだと、それを作ってるところが多いんですね。でそれを薄く切ってですね、お酒のね、この味噌ベースですからね、魚としては最高なものなんです。ところがやはりこの東に参りまして、こういろんな味が変わってきた。で、甘みのお菓子として、こちらはもう完全に一つのテイストとして成立してるんですね。そしてこのポイントというのはこのくるみです。これが非常に取れるということですね。で、くるみというのはもう関東以北しか自生はしないそうです。そのやはりこちらのたくさん取れるくるみを使って、そして甘いお菓子に仕立てたという、このゆべしというものはその2つではなくて、いろんな形で全国で発展してるんですね。ですけれども、こちらでは東北ではくるみゆべしというものがポピュラーであるということ。でまたですね、この寛政堂さんのはですね、くるみの、ね、量がたっぷり入ってるんですよ。それが嬉しいじゃありませんか。ですけどね、本当に、西と東の文化ってのはやっぱり随分違うなという気がいたします。ですから私も落語やりますでしょ。そうしますとですね、もう全然違うんですよ。私ね、2014年に、このフランス南仏のアビニョン演劇祭という、もう世界最大級の、フェスティバル、芸能フェスティバルに、行ったんですね。そして、関西の林家染田さんでした。で、そのフランス人で大使館職員で落語やるシール・コピーニさん、そして現地パリでもってこのパフォーマンスやってるステファン・フェランデルさんという方、この方とですね、4人で落語やったんですがですね、もうね、なんか食べるシーンで麺類があるではございませんか。もうそのね、もう食べ方というのがですね、もう全然ね違うんですよ。もう西と東、ちょっとね、私このやってみますとですね、あと時そばってありますでしょ。でそれをね、食べる、江戸っ子会でやりますと、どうもお待ちどうさま、ありがてえね、すぐできてくるのが嬉しいや、いい匂いだね、このね、そばがどんな具合かな、本当に細いそばだね、このくらいのはずーっとやるのがいいんだよな。腰が効いてるいいそばだね、なんてことを我々やるでしょ。でこれも非常にやっぱりね、私ねこれ初め教わったのは人間高校の柳家小さん師匠の孫カロクさん、彼に教わったんですけど、やっぱりねこうちゃんと口の中に入れてから吸う形が我々のやり方です。やっぱり本当その通りやったんですよ。もうですね、関西の染田さん、これはねびっくりしましたですよ。もうそれうどんですからね。でね、もうリアリティというよりやっぱり関西の派手で臭くて大げさ、こういう芸になってですね。だからもう、食べる時もね、うどんを食べるのがね、もう派手なんですよ、ね、パーってこうやってパーってやってて、この食べ方どうやるのかというと、こうですよ。体中汁だらけでしょ。ところが海外行くとそっちの方がインパクト強いんですよね。わーっとね、拍手して、
もらってましたね。ですから私も行ってみると、海外というのは派手で臭くてちょうどいいんだなっていうのは、私大阪が好きですね。大阪落語から学んでおりましたですけど、染田さんのうどんの食べ方見た時はびっくりした次第でございます。ということで、だいぶこの話は横道にそれましたが、やはりですね、この東西の違い、日本の中でもあるんですが、何しろね、ここで私、東でこういう発展を遂げた国見ゆべしですが、これね、こちらね、ごまもうまいんですよ。これもね、ぜひおすすめしたい品でございますね。それからですね、この完成度さ、はい、日持ちがしない。日持ちがしないってことはもう皆さんお分かりですね。本物志向だからなんですよ。米粉を使って、もち粉ですか、もち粉を使って粉で作るのが普通らしいんですが、こちらはですね、完成堂さんはもうもち米から作る。ですからこうぐっとこう歯ごたえがあって、程よいこの弾力を感じさせる。そしてこの本物の旨味が出るんですね。その代わりに硬くなりやすいですけれども、これは全く混ぜ物なし、添加物なしで作っているからなわけなんですね。そして本物のもち米からこうやっておるという、これやっぱり嬉しいではございませんか。ですから4、5日ぐらい、までがかなというようなことなんですが、だからこそこういったね、プレゼントは嬉しいんですよ。やっぱりね、その遠く行ってこれ買ってきました、何日のうちに食べてください。でもね、それはやっぱりありがたいじゃありませんか。日持ちのしないものをいい状態でもうね、こう届けて、来てくれたという、そういう思いが伝わるわけでございますね。ぜひこちらの仙台完成堂さんのくるみゆべし、ご贔屓いただきたいと思います。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それでは本日もご退屈様でございました。